っとあんた、うん、私は、なんだこら、逃げんなよ、はっきり言えよ。釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。時短時短、二手に分かれましょう。私は上からワンフロアずつ調べるから、あんたは下から。最近までパンピーだった奴に言われたくないわよ。さっさと行け。ふん、だからモテないのよ。驚いた。君にはまだ私が見えてるんだ。それじゃ、私は桜島舞。桜島舞の桜島に、桜島舞の舞。分かったのならはいと言いなさい。ありがとう。余計なことしないでって怒られるとでも思った？それは思うだけで我慢してる。ああいうのは慣れてるから。すり減る。確かにその通りね。忘れなさいと忠告したわよね。ちょっと、私を想像して変なことしてないでしょうね。魔力向上、嬉しいです。ありがとうございます。可愛いわよ、ピーロ。文句言わない、やるしかないでしょ。はい。私は直文様の剣だと。たとえどんな地獄であろうともついていきます。最後まで直文様のおそばに。あなたたちは何をしているんですか。もっと力があれば、直文様にあんなことは。お、太一！びっくりした。太一が同じ高校にいるなんて。てっきりエスカレーターでいいとこの後頭部に行ってんのかと思ってた。太一、背伸びたね。私もまだ伸びそう。太一、太一、太一、太一。私も中学は陸上部で、近江神宮の全国大会なんか行ったことないけど。え、太一カルタやんないの？せっかく同じ高校になったのに。決体な鎧を着た兄さん、見たところお前がリーダーだろ。いかにも、私は魔王軍四天王が一人、炎のハイネ。この私の力が分かるとは、人間にしてはなかなかやるな。お前素直で面白いな。いっそ魔王軍に入らないか。なんなら人間どもの管理者にしてやってもいいぞ。遊んでたわけじゃないよ。もういい、今日が覚めた。ああいうのに隙を見せたらお姉ちゃん付け入られるから。え、それより私はお姉ちゃんが心配。同じ隊に配属されるかしら。お姉ちゃんはドジだから、私が守らないと。お姉ちゃんのフォローのおかげよ。しっかりしなさい。あなた、入隊初日から死ぬ気？行くわよ、今よ。おはよう、たけし。いいの、付き合ってるんだから当然でしょ。夏休みももう終わりね。まだ月光とはダメなの？私が月光と話してもいいけど、事故だったんだから。もう待ってよ、たけし。何やってんの、たけし。部活はどうしたの？その子は誰？え、何、何なのあんた。援護する必要ないだろうけど。いちいち完全不可視化まで使わないで、さらに食事まで始めている。一緒に食べようって言ったのに。殺すべき、これほどとは思ってもいなかった。それに今ので戦線が崩壊した。え、うん、そうするはよー。え、でも、じゃあどうして踏めくりが必要な。でも、だから私ずっと。じゃあやめます。酒井さん、途中まで一緒に帰ろう。音楽家の制服って可愛いよね。え、何って。なんで知ってんの？マジで恥ずかしい。いつも通り考えておく。確かに我々には無理だな。あいにくだが間に合わない。キリ、よくやった。敵離脱、深追い無用。これより帰還する。キリエ、私としては隊員の味覚や食生活にケチをつけるつもりはない。しかし仕事となれば話は別だ。偶然と幸運と根性に頼るのはパイロットとして下の下だ。人は人だ、比べてどうする。暴れると落ちるわよ。怪我してない。私のそば離れないでね。使命だから。今は混乱してると思うけど心配いらないわ。私が高宮君を守るから。高宮君は
私のお姫様だから。諦めて守られなさい。だから高宮君は私のお姫様だから。何を怒っているの？まあいつものことね。何かを持っている？そうだね、その子を起爆剤に違うステージに行ける可能性はあると思う。池橋さん、今日は社内会議の日じゃなかった？みんなちょっといい？ファンからのコメント。他の